はい、どうも、武蔵先生です。ということで、前回、ベルゼブブと戦いまして、サタンね、一回倒しちゃったんですよね。なもんですから、またステージ最初からやって、サタンまでやってきましたよ。またね、ここに行くまでにがね、またもう、すごいいやらしい、ステージ構成でしてね、もう、何十回とやられて、やっとたどり着きました。まあ、とりあえず最初なんで、ムービーを見ときましょうね。これがサタンです。はい。もうね、今となってはどうやって倒したかね、覚えてないんだけどね。まあ、多分合流して倒しましたよ。もうダメですね。これ、鎧出てこねえかな。はい、あっという間にやられました。おお、いきなり生き返りましたね。危ない危ない危ない。このサタンといえば手裏剣ね。この元気玉みたいなやつは、なんかこうね、ホーミングしてくるんだよ。バカ野郎、バカ野郎。ジャンプしたらダメでしょ。そう、この手裏剣をまずかわさないと。危ねえ、危ねえ、よっしゃー。分身の術。あれ、どこ行った、どこ行きやった、あー、いたいた、危ない危ない、やられられる。元気玉、元気玉。この元気玉ね、気をつけないとね、追い詰められてかわせなくなるのよ。あと一人か、せっかく生き返ったのに、くっそー。ちなみにこれ何回も死んでるから難易度が下がってるんだよね。スキップ。はい、よしよしよし。ほら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 、全然当たっとらん。これ多分探検だとね、攻撃力が弱いからね。あ、ここにいんのか。やばいやばい、逃げろ逃げろ、遠くに離れないと。こうね、無駄なところで食らってしまうとダメなんだね。あ、これは暗いところじゃないと見えないパティンだったっけ。さあ、よし、うまいぞうまいぞ。今のところちょっとね、あー、なんだよお前、ボウガン取っとくか。うわ、連射が効かん。あー、探検のままでよかったわ。危ねえ危ねえ危ねえ、あ、鎧玉、鎧玉じゃない、元気玉が鎧玉はモンハンだよ。やった、倒した。3回目で倒せた。鍵どこ行ったよ。あったあった。さあ、なんとですね、奇跡が起きました。武蔵先生サタン3回目でクリア。というわけで、アウト回数32回、まあそんなにやられてないね。さあ、ベルゼブブ再度チャレンジです。ちょっとボウガンじゃね、いやー、これか。いやー、ちょっと待って、ボウガンの方がまだいいか。やばい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 、バカ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 、早く抜けろ抜けろ抜けろ。お、危ない危ない危ない、マジか、ボウガン優秀。やばいやばいやばい、もう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 、やめてやめとくれ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 。あ、ボウガン優秀だな、分身使った時の。あ、これもしかしてボウガンいいんじゃねえか。おお、今のところ調子いいぞ。鎧もまだ一個も剥がれてないし。おお、もういきなりこの卵状態。バカバカバカ、何やってんねん。早く分身使え。お、ボウガンいいね。危ない危ない危ない、バカ野郎バカ野郎、無駄に飛んでんじゃねえ。なんだよ、全然見てなかったよ、下からトゲトゲなんて。いやー、ちょっとさ、でもちょっとなかなか
いい戦いが今できてたね。このボウガンプラス分身、これ使えるね。速攻分身、ほらほらほら、打ちしまくれ。また怖くかっちゃったよこれ。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、うわもうこれ食らいまくりやん。お早いね、ここに行くまで早いね。あもうちっちゃくなってる、やったやったやった。焦んな焦んな、足場にも注意だからな。気がついたらあのトゲトゲのあれが出てきたりとかするからよ。あーバカ野郎てめえ、死ぬんじゃねえぞ。あバカバカ、危ねえ危ねえ、やったー。ボウガン、ベルゼブブはボウガンやりました。なんと嬉しいなぁ。このベルゼブブも何十回ってやったからね。ほら、見てください。まあ、あの、累計なんでね、もうアウト回数72回とか尋常じゃないでしょ。やりましたー。ということで、先ほどのサタンと合わせて、なんと5回のチャレンジで、ボスを2体倒すことができました。ということで、ご視聴ありがとうございました。